はい、皆さんすみません、録画をミスってしまいまして、ちょっと最後の待ち受けし者にたどり着いてこう戦いを挑むみたいなところまで行ったんですけれど、録画をミスってしまいまして、おちょっと待ってなんだお前たち、一回負けちゃってで帰ってきて、あ、録画してねえじゃんって気づきました。ということでちょっとストーリーがもう一回見れるかどうかわかんないんですけど、ちょっともう一度チャレンジしたいなと。20人集めたらもう次のダンジョンかなと思ったらもうラスボスっぽかったんで、ちょっと気合い入れていきましょう。何の準備も行かずに行ったらぶっ殺されましたそうですね、さっきのすけとライトさんが消えちゃうみたいなバグが発生したので、ちょっと一旦直して想像のところへ戻るってやってねえな。プリンボに最後に抜け落ちた、そうそうそう、全部やってないのにさ、もうなんかラスボスかいってなっちゃったんで、イベントを一回消化してから。ちなみに信者が20人に増えてるんですけど、もう名前そのままで招き入れてるだけなので、はい、適当に実況者の名前つけようかなとも思いましたが、やめときました。プリンボさん。ちなみに、なんだっけ、シュラムじゃなくて、最後のところのマガンも倒しました。そこも録画してませんでした。まあいいだろ、別に。今までと別に変わらんよ。結局これもらうだけか。お前、神戸を垂れるとか言ったよな。これ渡したら。どうだい？本当にマガンを4体全て倒しちまった。驚きだぜ。プリンボは約束を守る男だ。お前には従おう。俺にできる限りの範囲でな。プリンボの望みはただ一つ、水路の平和を守ってくれることだ。お前には俺の商品も売っているよ。ただし割引はしないぞ。何それ、なんだこれ、よくわからん。なんだこれ、あー、心力をくれるってことか。もう全部お金に変換されるようになっちゃってるからな。仕方ないね。はい、っていうことはさ、ネズムももうナックルボーンズしなくていいんだよね。じゃネズムにも死んでもらおう。なんか物騒なこと言い始めた。まあ夜になってからね。なんか君も試したのでは、何、キノコに秘められし力を。ああなるほどね。やはり君は想像と通りまさしく心の友だ。洗脳の儀式をやった後に来ればいいのか。これを受け取るといい。洗脳キノコを愛す者同士の絆を示す証だ。大切にするんだよ。誰も信頼などできないのだから。そう、誰もね。はあ、まあいい、結局くれた。でも結局最終ボスはなんか、何、タロットカードも手に入らないし、普通のローブで行った方がいいんじゃないかなと思ってます。別の贈り物もしたいんだ。君が持つキノコへの底なき愛とその再現なき可能性を象徴するもの、キノコのモニュメントおお、なんかでかそうだな。お、カエルの樹林コンプリートです。キノコめっちゃ必要だな。28個も必要なんだ、これ作るのに。想像に感謝する必要はないよ。教団でそれを作ったらここに戻ってきてくれ。想像からの最後の贈り物をプレゼントするから。想像は常に平等さ。借りは必ず返す。世にのさばる嘘つきどもとは違ってね。キノコのモニュメントを作るんだって。よし。作ろう作ろう。ちょ、間違ってこっち来ちゃった。一応見ておこう。他になんかミッションないかな。のすけを戦況に出すと。なんか名もない信者というか、新しく入ってきた飛び犬でも何でもねえやつが、のすけは宣教者の、のすけが宣教の旅を希望しています、行かせてやってくださいとか言い始めたから、あっそって感じだ。まあ行ってください、別にいいっすよ。あ、結構骨もあるんだな。肉がねえわ。肉なくなりつつある。わあ、金も何でも手に入る時代。じゃあちょっと端っこにでも立てとくか。想像のモニュメント。気持ち悪い、まあ、キノコいっぱいあるからな。ちょっと端っこの方に町外れに立てとこう。終わらせましたよ。やってくれたんだね。君のことを信頼しよう。君は外の世界にいる嘘つきどもとは違う。奴らはいつでも監視してるし、聞き耳を立てているんだ。これを取って受け取ってくれ。君は想像の親友、想像の唯一の友だ。結局それかい。結局これもらうな。
想像は君のことを信頼する。想像は君に忠誠を誓おう。外の世界にいる嘘つきどもから私を守ってキノコを持ってきてくれ。怖い怖い。あ、ここでも新緑を解放、回収できるっぽい。でも全部金貨です。来たー。2個。ネズムの命を私にくれ。さあ、お前の答えは。いいでしょう。リズムさん、ごめんなさい。お主は、いや待て、子羊よ、この殺人鬼を信頼してはならぬ。ごめんね。ごめんね。あー、泣いてる、俺。あー、グロい。なぜ今までとは違って。あ、泣いてる。感情がある。は。はは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 は。ちょっと怖い。小さな子羊よ、お前はまさに私が思い描く理想の獣だ。種族や見た目こそ違えど、私たちは骨の髄まで瓜二つの同族なのだな。ここに取引は成立した。こちらも公正な報酬を渡さなくては。これをお前に渡そう。明晰なる贈り物だ。お前は自分がどういった生き物なのかよくわかっているだろう。運のいいやつだ。そのような神聖なる真理を知らぬまま惨めに生涯に幕を閉じる者は数多く存在するというのに。さらばだ小さな子羊よ、私と同じ志を持つ者は存在しないと思っていた。だがお前は私が間違っていたことを証明してくれた。おお、最後のスキンだ。狼スキン。わはは、これピカさんにしてあげたい。ピカさんが死んだらと思っていたが。狼スキンじゃーん。わはは。あ、別に何も言わねえわ。ネズムがいなくなったことを悲しみもしない。残酷な人間って奴らだ。話を聞く。わしは何度もお主にこの手紙を書こうとしてきた。こいつもどうせ破り捨てるんだろうが、まあ書くだけ書くとしよう。あ、悲しい。お主に様々なことを教えているうち、わしはお主のことをまるで実の。できたらお主もわしのことを。すでにお主はこのわしを超えた。お主ならわしと同じ過ちは犯さないだろう。お主はわしの誇りじゃ。お主の親友にして死、ネズムより。うわあ、やってまった。悲しい。ま、いっか。ま、いっかじゃねえのよ。くそ。闇に落ちてしまったか。でもスキンを手に入れるためだから仕方ないんだ。早く全クリしないとやることがなくなってきた。やった、王冠が揃ったぞ。すべての服が揃った。ハートをすべて失う代わりに。あ、これ持った方がいいんじゃない？これ最初、ラスボスに強いんじゃないか。どうせ回復しないんだし。お、なんか実績が解除されてる。じゃあ、青い服で行こう。これ、いいような気がします。タロットカード4枚は多分引けないだろうし。引けないのかな？ダンジョンじゃないもんね。さすがに開始時に引けないかな。ちょ、気になるな。引きたい気持ちはあるけど。まあでも体力いっぱいある方が強いような気もするので、これでいきたいと思います。ところで、もうちょっとでクールダウンが開ける。とはいえ、二人を生き返らす時間はないな。まあ、闇は生き返らそう。ちょっと影丸が死んだ状態で、墓から見守っていてくれ。死恐怖症の影丸よ。え、ちょっと待って。影丸生き返らせられないんだけど。なんで？影丸って永久に死んだの？ちょっと待って。そうなると話が変わってくるな。レベル1の影丸を合流させるか、仕方がない。影丸は生き返らせられんらしい。なぜだ？なぜかいつの間にか、え、影丸ってなんで死んだんだっけ？原因がわからん。ちょっと影丸を入居させよう、一旦。誰だかわかんない、このワニっぽいやつを一旦。ようやく合流。これで全員信者が揃ったぞ。誰を持ってこう。いや、まあでも闇だよね。闇畑サコア、あと藤宮かな。スピリットハート半分得る。頼んだぞ闇。人間で選んでいく。なんかよくわかんない名前のやついっぱいいますけど、気にしないでください。ドロップした新緑を自動で集める。これは必要でしょう。あとは攻撃してほしいかな。藤宮生きてるよね。レベル高いからな、藤宮。あ、でも新緑を自動で集めるのは藤宮の役割だったのか。
じゃあそうだな、もう一人誰を持ってこうかな。竹を行くか。竹を7レベル。柿さんは、あ、柿さんいいね。余ダメージ増加。近接攻撃してってほしい。柿さん、あなたはずっと旅に行ってもらってましたけど、今回は魔族として私についてきてもらいます。完璧だ。ちょっとご飯、お腹空いてるけど、まあ大丈夫だろう。こっからダンジョンが始まるわけじゃないし。悪魔化してる人たちがいるんですけど、悪魔化してる人たちも人数に含めてもらっていいですか。よし、22人、いけるわ。プルルル、おお、旅に出てる。のすけも帰ってきてる。のすけも参加。旅に出た状態で参加。バックパック背負ってたけど。さて、無慈悲なる探検、無慈悲なる潜水、嵐の子で。なんかあんまいいのないな。まあでもクリティカルが出る無慈悲なやつだからいいかもしんない。嵐の子ではあんま能力ついてないから探検だな。探検で行こう。よし、最後の武器は探検か。有名の猟犬、死神の従者、トゥルアの見て。敵を攻撃する、属性がついてるやつで行こう。死神だ俺は。よし行くぞー。3人とも闇畑さこ書きできました。ボス、器よ、お前の役目は終わりだ。王冠を我に返し終焉を受けれよ。この上なく忠実なる信者という最後の生贄を持って我は自由を得るとしよう。やめろ、ついに我は自由となる。それか著者へ来い、器よ、信者たちは渡さないぞ。やっぱりそういう最後じゃないか。ああ、みんな、あのすけとかもいる。冒険中なのに。でも全部、多分全員、全員あれじゃない、俺たちあれじゃない。ひざまずいて逃げとなる。泣いてる。いぎー、やだ。断ろう。前も断りました。ちょっとこっちはやったことないです。はい、やだやだー。牙を剥く。3は揃って。そうか、我を裏切ったのだな、子羊よ。お前は我が福音を良しとせず、お前自らを偽りの偶像として祭り上げた。なんでパン君が一番前なんだ。その王冠の神聖なる権利を持つ者は我なるぞ。死そのものに抗うつもりか。全員いるかな。柿、柿さんはもうここにいるんだけど。ライト、ピカ、パン、畑迫、こ、昨夜、右行って、慎太郎、之助、藤宮、メイ様いる、センタンがいる、竹雄、ちょっといないメンバーいますけど。主よ、ご無礼をお許しください。この恥知らずにあなた様の怒りを味わわせてやります。なんだと。パール、なんか出たみたいな。おい、さ、今だ。さ、お、カキさんが攻撃してくれてる。ほいほいほい、いいよ、ダメージ出てるよ。ほい、トゥラの見てじゃないや。ほい、修行術、やばい、ザザザザザ、かっこいい。1、2、3、あー当たんのかい、それやばいやばい。なるべく当たんないようにしよう。1、2、3、よし来た。2、3、よし来た、今だ。やばい、ドーン。なんか滑ってるぞお前、足元が。いいぞ、結構体力はないぞ。あ、もうないんだ、重力、心力が。やばい、おっ、解散攻撃してる、ドスって。 OK、 2、3、ここだ。シャッ、マキさんがいい感じに攻撃入れてるぞ。ダメージあんのか知らんけど。ほい、あ、当たっちゃった、マジかよ。今だ、もうちょっとで倒せそう。よし、はいはいはい。頭身高いんだよ、顔かわいいくせに。この獣は私にお任せください、主よ。やつの頭から王冠を切り取ってみせましょう。物騒なことを。わっち、まあ、遠距離攻撃が怖いんだよね、これ。終わった後ちょっと隙があるから。あー、ちょっとちょっ、マジかよ。やられたわ。全然隙なかったわ。4回だけやってくるっぽいから。体力回復できないな。よし。これそんなに追尾してこないから。これもそんな追尾してこないかな。
これ怖いんだよね、やっぱね。よし、分かってるぞ。一回戦ったからね、一応。すまんね、初見で見せられなくて。あー、しまった、5回来てる。回復できん。やっぱでも青の体力あるのはいい、いいことだ。火怖い。これ戻ってくるからな。あんまり隙を突きたいけど、あんまり隙がない。うん、5発来て今だ。よし、3、4、4回しか来ない。ちょっと遅いぞ。 OK、 大したことはない。で、飛び道具攻撃。うわ、やばい、早い。よーし、めっちゃ疲れてるやん、自分の自分ボンで。さあ、ここからだ。ここから強いぞ。それで勝ったつもりか。お前は我の所有物だ。それを忘れるなよ。我がお前を殺した後もお前の苦痛に終わりは訪れない。死したとして我から逃れることはできないのだ。ここからね、あんまね、攻撃できなかったからな。なるべく敵を攻撃することを考えながら行く。もう、レッドハートがあるのは、画面に残ってるのはいいことだ。ほい、ほい。これ攻撃していこう。ほい、よっしゃ、当たってる。ナイスよ。やべ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 。結構信者が怖いんだよね。よし。あ、なんか飛んできた。やべ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 。ちょっと、本当にね、攻撃方法が多彩だからね。見たことない攻撃とかあるわ。いや、もう、信者の体力が高いのよ。やばいやばいやばい、来てる来てる。折り返せない、これ。強くて。よし。心力を回収だ、これ。今だ。いいよ。よし。よし、倒した。危ねえ。今だ。よーし。当ててる当ててる。こっちも体力あるよ、全然。ほい。よし。おいしょ。やばいか。よし、入り込んだ。いけるで。よし、滝さんも戦っとる。周りを攻撃する。よし、外しちゃったな。やべえやべえやべえ。ワンターンしかやってこないから大丈夫そう。ただ HP が半分になった後とかは分かんない。半分になる前に前回終わっちゃったような気がする。よし、ほい、おい、ちゃっ、しまった。避ける方向間違った。チュン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 。うわー、まだ続くんだ。やばいやばい。体力はあるよ、でも。やばい、ミスった。くそ、信者の攻撃を受けてしまった。いでー、食らってる食らってる。あ、ここまでは行ったと思う。ここまでは行った。相手がひるむところまでは行った。はい。抜けらんねえ、こんなの。いやー、これむずいな。いやー、食らっちゃうな。いやー、食らいまくり。これはやばい。体力を回復しよう、あそこで。いや、これ回復取っておこう。ほいほいほい。よし。やべ。お、なんかな、なんだ、ドンドンって音だけするけど、弾が飛んでこない。いいぞ、バグれ。いいぞ、バグれ。やばい。近づけん。ほんと死んじゃ多いんだけど。やばいでしょ、この王様。早く倒したい。やばい、ゴリ押ししちゃってる。ゴリ押しは良くない。クソ、敵多すぎる。こいつはさっさと倒そう。やべえ、信者相手してたら終わらん。 OK、 信者も巻き込みながら。うわ、やばいやばいやばい。いえ、避けきれん。あー、やばい、危ねえ危ねえ。あの、さっきの攻撃でめちゃめちゃ食らって殺されたんだよな、この前は。ランダム要素が強そう。いやー、いや、もうこれ、これ折り押しすれば勝てねえか、そろそろ。いや、ほらー、もうちょいだ。第3形態だ、第2形態あんなよ。倒しました。
我を倒したと思ったか。やばい我のような存在の全力があの程度だと本気で思ったのか。結構捨て身で言っちゃったんだけど最後。そうじゃないの。おゆらゆら揺れながらニコニコですわ。こっちは神に勝てるとでも思ったか。うなんだひゃなんだべなんだべ。十字架が第二形態あるか。いやーやっぱ来たか。うわーおめめピッパッチリかわいい。お前は汚れた偽りの偶像だ。お前のその汚れ信者の間にも間違いなく広がっているだろう。やばい。あー信者がみんな悲しい。あ目ん玉出た。お前たち協力してくれ。待ち受けしもの。どういう状況これ。目ん玉うわーキモーい。キモーい。体力あんまないんだけど。かきさん頑張って。あぶね変なとこで食らいたくね。一定期間ごとに打ってくるっぽいな。ほい。なんか潜ってるけど一個は。やべ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 。こんなの攻撃できないよ。こんなの攻撃できないよ。よしまだ。え、みんなどうなってるんだ。ちょっとみんなのこと見てる暇ないんだけど。心力がもしかして。一人やった。あーやべえ、めっちゃ体力なくなってる。みんなから心力が集まってきてる。あ、やばいやばいやばい。どういう状況？弾幕シューティング始まった。あー、かきさんが泣いている。どうすればいいんだ。どうすればいいんだ、これ。めっちゃ使えるぞ。うおー、無理無理無理。死ぬー。あと2回で死ぬ。目ん玉だけだったらいいけど。この後また絶対あるだろう。よいしょ。もうめっちゃ心力くれるんだけど。ありがたい。MP になっている。うわー、やばいよ。みんなありがとう。よし、これで飛び道具も消せるからね。よし、真ん中に行こう。OK。どんどん使っていこう、これ。体力回復。青い体力も一個あるから大丈夫だ。そこそこ。よし。よし。よいしょ。これは大したことないぞ。よいしょ。避けるだけ。とりあえず。早く出てこいや。なんで出てこねえんだ。傷ついてるぞ、相手も。やべ。やべ。やば。これはやばい。危な。今だ。結構心力には余裕があるから。よいしょ。戦ってる場合じゃないんだけど。あ、やべ、逃がす食らっちゃった。変なことやってる間に。やばいぜ。ほいほいほい。いやー、また食らっちゃった。死ぬ。やばいです、死ぬそうです。無駄に使っちゃった。うわー、どこからどこから弾が。うわー、やられた。つえー、これは強い。ちょっと反省。ちょっと前半だけで終わりだと思って突っ込みすぎたのがちょっと敗因だな。よくないよくない。それは第二形態ありますわな。よし、もうちょっと気合い入れていこう。次は、さて、もうすぐちょっと夜の配信の時間だから今日は一旦やめとくか。よーし、次回は勝つぞー。